ボタモチボタモチとは、もち米とうるち米を混ぜたものを、蒸す、あるいは炊き、米粒が残る程度に軽くついて丸めたものに、あんをまぶした食べ物である。米を半分潰すことから、半殺しと呼ばれることもある。同様の食べ物に、おはぎあるいは、はぎの餅と呼ばれる食べ物があるが、ボタモチとの関係については、諸説ある。主にお彼岸の供物として食される。 ボタモチかつて砂糖が貴重品であった時代には、塩あんが用いられていた。来客のもてなしや田植えの後の寄り合い、子供のおやつ、また、法要の際などに供された。しあんのものとつぶしあんのものがある。あずきあんのほか、きな粉を用いたもの、青のりを用いたもの、ごまを用いたもの、ずんだを用いたものなどもある。表面にあんをまぶす、以外のものでは、 大福を作る要領で中側にあんを詰めることもある。多くの和菓子に言えることだが、隠し味としてあんにごくわずかの塩を加えるか、ついたものを握る時に手を適度な塩水に浸してから、握ることで、より一層甘味が引き立つ。昔は、ぼた餅のことを、買い餅費と呼んでいた。ただし、一部では蕎麦かけを刺すとする説もある。土曜入りの頃に作る場合、土曜餅という言い方もする。 英語でも日本語のまま、ボタモチと呼ぶ、おはぎとして売られている、モノボタモチとおはぎの関係については、諸説ある。また、地方によってとするなど、様々な場合がある。小売店等では春に、おはぎ、秋に、ボタモチとして、名の由来とは逆で販売しているところもあり、また、食材辞典などでは、食品としては同じものであり、ボタモチと、 おはぎは名前が異なるだけで同じものを指すものとして扱われている場合も多く、ぼたもちとおはぎとの区別は次第に薄れている。上記の同じものを春はぼたもち、秋はおはぎと呼ぶとする説では夏と冬にも正式な呼び名が存在する。ここでは季節ごとのぼたもちの呼び名とその由来を挙げる。ボタンの花が咲く季節、すなわち春の悲願に、 神仏や先祖への供物とされた小豆案の様子を牡丹の花に見立てたことから、和漢三歳杖絵には、ボタ餅及び、萩の花は型、色を持って、これを名づくと記されている。牡丹餅は餅と作り方が異なるため、ぺったん、ぺったん、という音を出さずに作ることができ、隣に住む人には、いつついたのかわからない。そこで、月知らず、月知らずと言葉遊びをして、夜は暗くて、 船がいつ着いたのかわからないことから、ボタモチと同じく、あずき案の様子を、秋の悲願の時期に咲く、萩の花に見立てたことから、夜船と同様に、月知らず、ガツ知らずと言葉遊びをして、月を知らない、つまり月が見えないのは、北側の窓だ、ということから、ボタモチという言葉が使われることわざは多く、日本人の生活や意識に密着した食べ物であった、ことが伺える。 努力することなしに予期しない幸運が舞い込んでくること。棚ぼたと省略することもある。開いた口に、ぼた餅とも言う。幸運が向こうから舞い込んでくること。ぼた餅食って、砂糖の木に登るとも言う。ぼた餅は、あんの甘みを強くするために塩を少量入れるが、入れすぎると味が壊れて取り返しがつかない。口数が多い女性をたしなめる下の句を強調するための引き合いとして、 辛抱が何よりも大切であるということ。思いがけない幸運が転がり込むなどという偶然は、まず起きないということ。三つ目のボタモち文英八年九月十二日、日蓮が鎌倉の竜の口の形状へ引き立てられていった。急を聞いたさじきの二が、何か最後の極要をと考えたが、あんを作る時間がなく、きなことごまをまぶして、ボタモちを作り、日蓮に献上したという。 日蓮は難を免れ、佐渡に流罪となった。この古事にちなみ、日蓮州では、陰歴9月12日に、五難の餅というごまのぼた餅を作って備える。また、難よけぼた餅、首つなぎぼた餅などとも呼ばれている。おはぎの原型は、もち米と小豆を炊いたもので作られていた。しかし、明治以降、砂糖が庶民の手の届くものとなり、次第に、現在のように、 甘いおはぎが作られるようになった。また、あずきには邪気を払う効果があると信じられていたために、邪気を払う食べ物としての先祖の供養の際にお供えをしたのが始まりとされている。このため、悲願や49日の日明けに食べる風習が定着したものと考えられる。ありがとうございます。